はいどうも杉下同級作品を撮るです。ということで今回ですけどもコートを使ったコーデ紹介やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで皆さん大好きですよねコート。今回ねコーデ紹介やっていきたいなと思ってます。今年は短丈のアイテムとか人気だと思うんですけども、改めてねこのロングコート系もやっぱかっこいいよねっていうのをね、この動画でご紹介できたらなと思ってます。というのも僕もね見ての通りこう短丈好きです。はい、着丈短いアウター好きなんですけども、このアイテムの上にコート着るとかもすっごい相性いいんですよ。短丈をねこう薄手のアウター皆さん買ったでしょ今年いっぱい。そういうのにですねこういうコートですね、これトレンチコートちょっと羽織ってみましょうか。やっぱね流行り廃れのない定番のねおしゃれアイテムだと思います。やっぱりね雰囲気出るんですよねコートってね。はい、見てくださいこの感じ、もう着ちゃいました。どうですかこの感じね。やっぱ改めてねコートのねかっこよさ、僕もねすっごい大好きなアイテムですね。実際着丈短いアイテムからロング、どっちも僕はもう例年着ます。どっちも非常にクールだなと思っていますので、今年ですねこの着丈短いアイテムとこのロングコートをミックスするっていうのをね、ちょっとこうおすすめできたらなと思っております。もちろんね着丈短いアウターも過去の動画でたくさん紹介してきました。たくさん紹介してるからこそロングアイテムもねちょっとこう触れてあげないと、僕大好きなんで触れてあげないと、ということで今回の動画ねコート動画でございます。コートを使ったおしゃれコーデ術ということでやらせてもらいたいと思ってるんですけども、今回の動画にちなんでですねこのコートを使った激安コーデセットっていうのをね水質時オンラインショップでも同時発売してますので、ちょっとだけ宣伝挟ませてください。今回このコート系1点と選べるアイテム1点、合計2点のセットで7000円での販売しております。コートはこういうトレンチコートとかウールコートとかね、まあ、この後紹介するねこうコート系が出てきますと。そしてこのコートに合うアイテムをご自身で選ぶことができます。選べるアイテム1点っていうのがですね何入ってるかっていうと、スウェット、パーカー、ニット、長袖シャツ、スラックス、デニムパンツ、コージロイパンツの中から、今ね足りてないものじゃあスウェットくださいとか、長袖シャツくださいとか、コートだからスラックス合わせたいですとかってね指定できます。で色の雰囲気とかサイズ感っていうのを、コーディネートさせた状態でお渡しするっていうね、めちゃくちゃ激アツな内容になっていますと。はい、このコートと選べるアイテム合計2点コーディネートされた状態で7000円なんで、めちゃくちゃ安いんですよ。コートって大体ねちょっとこう高いんでしょみたいなイメージあると思います。実際ねピンキリではあるんですけども、激安で買うのなかなか難しいカテゴリーではございますので、そのコートが入ってコーディネートされてるっていうね、安く数を変えるプラスで組み合わせもちょっとこうまだわかんないなとか自信ないなっていう方も安心して買える非常にナイスなね、激安コーデセットを販売しておりますと。で細かな詳細気になる方はこのね激安コーデセットの商品ページを概要欄のリンクに載せていますので、そちらからよかったらチェックしてみてください。はい、ということでですね今回せっかくなんでこのね、激安コーデセットに入ってくるクオリティでコーデ紹介やっていきたいと思っていますので、ぜひ参考にしてみてください。そんな感じで早速本題のコーデ紹介やっていきたいと思います。はい、最初のコーディネートに着替えてきました。どうでしょうかね。はい、かっこいい。トレンチコート、やっぱいいですね。これロングのね、着丈になってますと。はい、組み合わせ解説していきます。まずねこれベージュのトレンチコートを羽織っておりまして、で中にはこうコットン地のシャツで、これ柄のネクタイ、そして柄のカーディガン、これアクリル素材ですね。でパンツがデニムということで、まずこれトップス上見てください。シャツ、ネクタイ、カーディガンっていうねもう綺麗めの三種の神器合わせてます。トレンチコートっていうね、まあ、綺麗なフォーマルなアイテムでございますので、こういうスタイルがまず合うんですよ。シャツネクタイコーデ好きな方多いでしょ。でこれ着丈短いアイテムで合わせるのもかっこいいんだけども、やっぱこう着丈長めをねコート系でこうやって合わせるのもやっぱり合うよねっていうのでね、もう再確認です。はい、シャツネクタイカーディガン好きな人、コート持ってた方が絶対にいい。はい、まずね嫌でも合います。でこのトップスシャツネクタイカーディガンで綺麗なアイテムと綺麗めなトレンチコート合わせるっていうのはもう簡単ってことは分かったと思いますね。これ簡単です。上まずすごい簡単に合わせてます。でこの上の土台がね綺麗にできてたらパンツ選び放題ですね。
はい、これ今デニムパンツ、カジュアルなアイテムをあえて外しで入れております。ここでスラックスとかで合わせてももちろんかっこいいんです。綺麗めにね、カチッとした雰囲気になります。ただね、こうかなり綺麗めな雰囲気になるので、まあ、好み的にね、もうちょいこう崩したいっていう方も多いと思いますので、そういう方はね、デニムパンツとかチノパンとかコージュロイパンツとか、まああとあえてね、カーゴパンツ、メリタリー系のアイテムとかで合わせて外してあげるっていうのも、まあ中和したようなね、組み合わせになりますので、上綺麗に収まってるからこそパンツは自由なんです。パンツも綺麗にしようが、パンツだけ崩そうが、ここの選択肢がね、離れ広がるので、はい、このね、上の組み合わせを覚えておくと非常に簡単になるのかなと思います。はい、次のコーディネートに着替えてきました。次のね、コートはこのウールコートになっております。ウールコートの特徴としてはですね、まず軽くてあったかいです。まあ、トレンチコートとかもライナー付きのやつとか選んだり、まあ、中着込みやすい形だから、こう全然冬も使えるんですけども、より保温性高くて、まあ重厚感のあるね、高級な雰囲気も漂う大人なコートというのがこのウールコート。これも非常におすすめですね。で、このコーディネートでは、まあ、さっきね、綺麗めな感じでやってみたんで、結構こう着崩したね、こうミックススタイルを作ってみました。この綺麗めなウールコートに対してカジュアルなアイテムだけで合わせております。例えばこのカレッジプリントのスウェットだったりとか、こちらですね、ベージュのコージュロイパンツ、ちょっとテーパードの効いたね、はい、すごい合わせやすい色なんですけど、こういう組み合わせしてます。で、最後スニーカーにしてっていうね、はい、だからこれコート脱ぐともう本当にすごいカジュアルな格好なんですよ。すごいラフだなみたいな、はい、雰囲気的にもこう決めすぎてない感じで、ここにこの決まってるコートを持ってくるんですよ。決めすぎてないスウェットコージュロイコーデに決まってるコートを羽織るって、これがまたね、こうバランス整うんですよね。これこれでかっこいいと。さっきみたいな綺麗めに振り切る感じもめちゃくちゃおすすめなんですけども、よりコートをね、自然体でラフに着たいっていう方はこういう組み合わせもかなりおすすめですね。で、今回ね、そのスイフショットオンラインショップで販売してるコート激安セットでもですね、こうやってスウェットとかコージュロイパンツ選べますので、ほんとこんな感じのクオリティで組み合わせできるっていうね、はい、このセット自体もやっぱ激安だから非常におすすめですし、はい、この組み合わせもね、ぜひトライしてみていただきたいですね。はい、はい、ちなみに中にね、これ実際スイングトップ着てみました。こんな感じでね、あえて前閉めて綺麗にレイヤード見せてる状態なんですけども、はい、本来着丈短めのアウターです。はい、こう薄手なタイプですね。着丈短めのアウターをこうロングコートでこうやって合わせて、まあ、インナーアウターとしてね、着丈短いアイテムをこうレイヤードで使うっていうのもね、こうコートと組み合わせするの非常におすすめですので、はい、やってみてください。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、コートを使ったコーデ紹介ということで、まあ、綺麗めなね、雰囲気のバージョンと着崩したバージョンで、ちょっとこう分かりやすく分けてコーデ紹介やってみました。いろんな系統の方に組み合わせしやすいアイテムでございますし、まあ、今期ね、人気な着丈短めなアイテムと組み合わせするのも非常に合いますので、まあ、コート改めてね、要チェックかなと思います。正直ね、こう最近下北沢とかではもうコートを着てる人多いなみたいな、そういうのはないんですけども、まあこれ逆にポジティブにも捉えれるんで、やっぱこう人と被りづらい雰囲気を出せたりとか、争奪戦にならない分、こうよりね、いいコートに出会えたりとか、まあいろんなメリットがありますし、まあやっぱこう例年流行りすたりのないこう定番化したね、アイテムでもございますので、まあ持ってない方はまあやっぱ1着2着は持ってた方がね、いいかなとも思いますし、持ってる方も改めて組み合わせ、楽しんでもらえたらなと思っております。そしてね、今回ね、何度もご紹介したスイフショットオンラインショップでこの激安コートセットっていうのをね、販売してますので、まあね、ちょっとこうコートをね、より安く手に入れたいとか、組み合わせね、ちょっとこう安心して手に入れたいみたいな方はね、めちゃくちゃ安いしお得ですし、かっこいい組み合わせで届きますので、ぜひ、チェックしてみてください。概要欄にリンク載せてます。そんな感じです。今回の動画も少しでも参考になれば、評価とコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。そして私との SNS も各種リンク載せてますので、個人 YouTube チャンネル、 TikTok、Instagram などなど気になる方リンク載せてますので、チェックしてみてください。ということで今回は以上になります。次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!